はい、皆さんこんにちは。お絵描きうまくなろうクラブの花です。今日は出川哲朗さんの描き方教えていきます。似顔絵3分クッキング。はい、ということで今日はどの世代からも大人気出川哲朗さんの描き方をご紹介していきます。まずは画材から消える色鉛筆、黒いペン、こちら描きやすいもので大丈夫です。次、紙です。こちらサイズ、形、何でも大丈夫ですよ。それでは見ていきましょう。はい、まずこんな感じでモデルの特徴を3つ捉えて理解してから始めていきましょう。はい、初めに輪郭を形で捉えていきます。前回と同様です。ひょうたん型なんですよね、出川さんの顔をね。そちらをしっかり描いて、またこんな感じで顔の比率をとってパーツの位置を理解していきましょう。次は、目や鼻、口などのパーツを配置していきます。大きさと位置、こちら注意していきましょう。こんな感じです。このパーツ配置かなり重要になります。見せるために重要になりますので、しっかり掴んでいきましょう。はい、今回も、顔の中心から描いていくことでバランスをとっていきます。目から描いていきますね。こんな感じです。次が鼻ですね。鼻大きくて結構上についてるイメージです。目と鼻近いんですね。その次口ですね。今回笑ってるのですごい大きい口になってます。こんな感じですね。表情が出てきましたね。眉毛、こちらも角度やね、細さ太さ全然イメージ変わってきます。はい、こんな感じです。さあ次はモデルの体型に合わせてこれ輪郭を描いていきましょう。ちょっとぽっちゃり体型で有名ですよね、出川さん。こんな感じでちょっとぽっちゃりで描いていきましょう。こんな感じですね。次が髪型、昔からこのずっとこの髪型なんで、ソフトボヒカンのような髪型を、長さと流れを意識して描いていきましょう。流れを意識して描いていきましょう。こんな感じです。で、耳もね、結構含み耳でしたね、出川さん。稼いでますね。で、またこれも体型に合わせて体格、体を描いていきましょう。今回はスーツ、ジャケットを着てたので描いてあげましょう。あ、二重顎も忘れずに描きましょう。こんな感じでしょうかね。はい、こんな感じですね。はい、どうでしょうか。出川哲朗さんの完成です。ありがとうございました。我々の似顔絵オーダーも絶賛受け付けております。花さんの似顔絵にご興味がございましたら、ホームページ似顔絵花で検索をお願いいたします。こちらのホームページからお問い合わせ、ご注文を受けたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。そしてインスタグラムですね。インスタグラム似顔絵花で検索していただければ、たくさんサンプルをご用意しております。こちらのサンプルをご覧いただいて、
どんな作品があるのか、どんな似顔絵描いてくれるのかっていうのが分かるようになっております。なのでこちらのインスタグラムのダイレクトメッセージ、もしくは先ほどのホームページのお問い合わせフォームからご注文お待ちしております。そしてもう一人のアドさんですね、いつも研究してくれてます。インスタグラムはキティンボーグで検索お願いいたします。こちらはインスタグラムダイレクトメッセージよりお問い合わせをお待ちしております。そして最後に、お絵かきうまくなろうクラブのインスタグラムアカウントもご用意しております。こちらでは YouTube のですね、更新の予告なども、更新しておりますので、こちらからメッセージなどお待ちしております。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。そして次回の3分クッキングもぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。